ツバメオモトは、ユリカツバメオモト族の多年草の一種である。葉は、東蘭上長楕円型で、長さ15から30センチメートル、幅3から9センチメートルで、数枚を生じてすべて根生する。葉質は、柔らかいがやや厚みがあり、はじめは円に難毛がある。花形の先端に、相乗過剰をつけ、その基部に包みがあるが、これは花時には脱落する。花は白く、 開花時にはやや下を向く。花皮片は長さ10から1 5トルで6枚、ほぼ平らに開く。花期は5から7月。花後に、花径は2倍ほど長さ40から7 0トルまで伸び、個々の花柄も3から6センチメートルに伸びる。液化は直径約1センチメートルの球形で瑠璃色から熟した後にアイクロ色になる。和名の由来には、 葉がおもとに似ている上で、葉が開くのを刀の唾に見立てて、唾の目から燕や果実の色が燕の頭に似ていることによるなどの諸説がある。葉にはフラボノイド成分が含まれ、花皮にはアントシアニンが含まれる。山野草として園芸用に苗が販売されている。東北アジアと日本の北海道から奈良県以北の本州の産地大丈夫から、 アコ山帯の林内に分布する。鳥取県では県境の東端の氷の山のみに分布する。田中澄江が新花の百名山の著書で奥秩父山海の飛留山を代表する花の一つとして紹介した。基準標本はシベリアのオホーツク海沿岸のもの。 学名のユデンシスはロシアの裏側に由来している。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。環境省としてのレッドリストの指定はない。環境省により、上信越高原国立公園、中部山岳国立公園、南アルプス国立公園、八ヶ岳中心高原国定公園などで自然公園指定植物に指定され、一般の採集は禁じられている。 以下の2品種が記載されているが、特に重視はされておらず、一般的な図鑑には取り上げられていない。ありがとうございます。